今からやるのは上級者のための強度を上げるトレーニング法なんだけども、いろんな種目で応用できるので、今日特に肩紹介したいと思います。でまず重さの設定 10RMMAX、 10回できるギリギリの重量。今1セット目こちら2人に今やってもらって、ちょっと最初10回設定間違えて重きすぎたんだけれども、今2セット目、これおそらく 10RMMAX 今の状態ね。本来であればこれ1セット目にこれやればよかった、1セット目の時にこれでやればよかった、ちょっと重すぎて繰り返しない、これが 10RMMAX だね。ちなみにこれ 最初もうレイズをやってるので、彼らにとってはおそらく最大にできる、すでにもう疲労してるから最大に 10RMMAX じゃないんだけど、今の段階での 10RMMAX としっかりできる。でこれを10回できる重量で5回やる、そして10秒休む、5回10秒休む、5回10秒休む、これを5回繰り返します。で何が起こるかというと、本来であれば10回しかできない重量でトータル25回という回数ができる。当然合間に10秒10秒10秒でね、4回10秒の休みが入るけれども、当然運動時間が長くなる。で俺がいつも言ってるように、トレーニングのタイムアダプテーション、運動を継続している時間が筋肉の発達に直接、これがすごい因果関係があるので、これが短すぎるとどっちかというと筋肉をつけるというより筋出力を高める神経系、それ以上になると、まあ以上になるとって言ってもおそらく運動時間が1分とかになってくると思う。そうすると筋持久力ということになると思う。おそらくこれはね1分前後になるね。じゃあ5レップやって、おそらく5レップを、まあ、今丁寧にやってるので、まあ、1レップ3秒だとしたら15秒でしょ、で10秒やって20、まあ、1分ちょっとかなるので、運動時間が休みを入れながらでやってみると分かるんだけれども、ものすごく乳酸がたまる。なので当然筋の出力も必要、10回できる重さで25回やってるから当然筋出力も必要だし、しかも乳酸がたまるので脳がその乳酸を治そうとして筋肉を発達させると。なので機械的な刺激、重さに対する刺激と、あとは疲労物質をためて筋を発達、この両方のアプローチができるトレーニングです。ではどの種目でも共通しているのは、下ろすのを頑張る、ゆっくりゆっくりゆっくり下ろして爆発的に上げる。 OK、 Let's go。 アップ、そうそう、ナイスナイス。当然これだけの重さになってくると、早く上げようとしてもこのようにパッと動かないけれども、本人はこれ早く上げろと言ってやってる。ブーリン、そうそうそう、いいです。そして楽、そしてここで10秒かかる、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、5、コントローヘッド、1、2、そう、3、そう、疲れてきた、トップ、もう一丁、トップ、OK、楽、うん、9、9、8、7、6、5、4、3、2、1、5、トップ、そうそうそう、ナイス、ナイス、2、そう、ナイス、あー、ゆっくり下ろす、ゆっくり下ろす、ゆっくり下ろす、ゴッ、オーケー。これで3つ目、次4つ目、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴッ。4つ目、ゴー、あー、そうそうそう、ゴー、あー、2、2, 3, 4,
お、ワンモア、ファイブ、オッケー。今、あのね、もう2セット、最初にレイズやってから2セットまで相当疲労してる、筋の疲労があるので、おそらくこれは最初の、繰り返しなら最初の種目でやったら10回、10RM マックスだったんだけど、今ちょっと重く感じたの。そうそう、なので重量設定としては今ちょっとで俺もう 3つ目ぐらいから補助入ってたから多少重くて大体 4回目ぐらいからちょっと疲労してくる。普通は当然これ5回を これでコンプリートできればあんまない。だから後半になってくるともちろん疲れてくるけれども、今のように補助者がいればまあ補助をしてと、補助者がいなければしょうがない、これはその数はこなされるということは。最初の重量設定が多少トリッキーだけれども、なので今の感じが同じぐらいの筋力なので当然これはちょっと重いので5じゃなくて 2.5 つけ、だいたい4つ目ぐらいで俺が補助する感じが一番いい。よし、いこう。これ当然呼吸を整えるとも大事だ。これメンタルの、はい、1分以上続く運動なのでメンタルそのストレングスもそう、メンタルタフネスですよ。だから十分これ集中して行う、急いでやる必要ない。はい、これします。OK、 当然これ最初のこれ5回はそんなに難しくない。まあそうそう、ゆっくりよし、早く2、そう3、そう、完璧完璧、4、5、OK、 10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ゴー。そう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 、クイック、そう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 、クイック、2、爆発的にそう、ゴー、ブン、アーム、そうそうそう、10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、コントロール、コントロール、コントロール、クイック、そう、ナイス、コントロール、そう、ゆっくりネジを巻いて爆発させる、フリー、そうそう、ネジを巻いて、ブーン、そうそう、ワンモア、ワンモア、ファイブ、ナイス、グッド、9、8、7、6、5、4、3、2、1、4つ目。オッ、コントロール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 。アップ、おー、ナイス、ナイス。ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり、ゆっくり。バカス。2、3、そうそう、いくぞ。4、ワン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 。3、5、オッケー。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ラスト。アップ、おー、ナイス。そう、アップ、アップ、あと3回、ダンス3回。そう、アップ、そう、アップ、ワンモン、ワンモン、ワンモン、コントロール。伸ばし系、OK、今のは完璧だった、重量設定が完璧だった、我ながら。ということでこれは強度を上げる上級者のためのテクニックなので、それでもまあ4回に1回ぐらい、1週間に1回肩をやってる人だったら例えば月に1回このセットをドリルで試してください。トータルで 1,2,3,4 セットやるわけだけど、その4セット目にこれは4分の1ティースプーン、体から離さない。トレーニング前中後、特にお勧めしているのはトレーニング後、やはり